減塩はしなくてもいい。薬をなくす顧問薬剤師伊庭聡です。今日ですね、こちらひばり学園の前でご質問がありました。高血圧、血圧が私高いんですけど減塩した方がいいんですか。これですね、減塩をした方がいい塩ってのも当然あります。裏にイオン交換膜法とか書いてあるような、聞いたことないような手法が書いてあるものってのは高確率であまりいい塩じゃありません。そういったことを考えると確かにそういった塩は減塩した方がいいです。でも天日干しとか変なものが入っていないもの、海のものとかでしっかりとしてる塩に関しては人間には必要な塩です。人間は海から来ております。海の成分というのは体の細胞の成分と同じような形になっておりますので、いい塩ってのは絶対必要です。お家にある調味料見直してみましょう。この動画いいねやと思った人はいいねだったりコメントください。ではまた次の動画で会いましょう。ここひばりが学園の前で宝塚市から発信してます。